これ
投げ切ることができました。 See to the brain buster。 おっと、しかしゴム人間が自分のゴムを使って先を絞り上げていく。さあ、いはしこだ、悠々と見ておる。さあ、終わってしまうのか。さっきゴム人間がセット。おっと、まさかやめてくれやめてくれ。まさかあなた飛ぶって言いたいんじゃないでしょうね。あれ、ゴム人間が気づいたらいない。ノーバリーズホーン。さあ、消えていったチャンス、ダブルニードルパタック。カウントは、おカウントは3で、ゴクゴクゴク。エビスカも平和が守られました。エビスカは練習生や若手レスラーが働いてくれる店です。そしてみんな出世をしていっていつの間にかいなくなります。でも伊谷さんはあえて出世をすることなく、オープンからずっと働いてくれています。本当にありがとう。これからも一緒にエビスコを盛り上げよう。ミックスとガトレットタッグマッチ、ギガの戦
第1試合ガントレットタッグマッチです。任された鈴木慎であります。任したのは小石川知恵であります。対するは長雲紫龍、私の友達であります。さあ、結構年季の入った友達であります。20年来の。さあ、頑張れ大吉。やっぱり、あ、本名言ってしまいました。失礼しました。ついついね。さあ、ロープに振られた長雲紫龍がくるりとかわして、しかしここは素早い動きで、おーっと、首をパックンチョ投げていった。さあ、素早い展開から、さあ、お互いの蹴りを避けて、ナイスですね、ナイスです。さあ、トゥーマッチエナジー小石川知恵、そして米山香織であります。さあ、お客様から大きな大きな歓声が、アイヤーと悔しがっているステレオタイプであります。さあ、ロープに振った、振り返して、おーっと、チョップをかわした、しかしダブルチョップ決まった。そしてボーアンドアロー、弓矢固めをくるりと返した米山香織、さらに返していく小石川知恵であります。おーっと、チャイニーズチョップ小艇だ。さあ、ここで新北京の連携は小石川知恵が崩していく。しかしお腹に小艇だ。そして鈴木慎が入ってきて、二人まとめてなんちゃらだ。しかしここは2人まとめて走って回って回って回って、さらに回って回る。まどかひろしもびっくりであります。さあ、ここでドロップキック、さあ、ここで再びチョップを出していく小石川知恵。そしてダブルのマフラーホールドが決まっている。冬にはマフラーを2枚巻くとあったかいでしょう的なあれですか。しかし長雲紫龍がここは阻んでいく。そして2人をコーナーに振り返された。チョップ避ける。おっと、 ER さん、そしてごっつんこからの中華固め。おっ、男は
あったくそっての思いを添え、実績未踏の地にたどり着いた。無音の離婚劇、無一文の老夫生活、路上人生相談、突発業、整形手術、妖怪人間で歌手デビュー。21世紀の奇跡を見た。並外れた卑怯な男たちが奇跡を払う資格一家に向け、ゴージャスマットよ、愛のために戦え。さあ、ゴージャスマスのチェリー組が入ってきた。二人合わせて年齢が100歳を超えている。さあ、チョップ、フライングクロスチョップ、頑張れ、100歳、100歳。ここでロープに振って、再びクロスチョップ。さあ、ゴージャスマスの米山香織をスナップメイヤー。いきなり出ますよ、ゴージャススタイル。おっと、できてない、グダグダだ、これはグダグダだ、介護が必要か、グダグダであります。おっと、言いがかりをつけている、言いがかりをつけているチェリーであります。さあ、フランケンシュタイナー、流れ式のフランケンシュタイナー、そしてゴージャスマスノが米山香織を、何ですか、ポージングですか。さあ、切れてますね。さあ、スクールボーイ決まった。松戸チーム退場。入ってきたのは星丹後夏美持ち組でございます。二人合わせて体重は140キロ。ここでコーナーに、コーナーから真ん中に振ろうとしている。重くて振れないよ、重くて振れないよ。あー、振り返した、ごっつんこガー。ゾウが乗っても壊れない筆箱を、この2人なら壊せるよ、絶対に壊せることでしょう。危ない、避けた、蚊に挟まれた、乗っかられた、乗っかられている。
さあフォールはダント2であります。さあ星タンゴアルゼンチン出身元重量力士、さあチョークスラムブードスタイルス2時50分決まった。新的チーム大将W、 そして小坂勇組でやります。おっと星タンゴがダブルでタックル、さあコーナーにぶつけて桜井美 W もぶつける、モチさんもぶつける、そして自分がぶつかっていくとは大変なことになっております。潰されちゃうよ、二人とも殴られちゃうよ。さあブレーンバスター凄まじいパワーだ。ここでエルボードロップ、さあカウント2であります。そしたんごのブエノスアイレスさんのエルボードロップ、そして夏美もちさんにタッチだ。持ちアタック、持ちキック、持ちヒップアタックであります。ヒップドロップであります。さあ上げるぞーと一声。さあ何を狙っているんだ宮城、あ夏美持ち、ここは返された。さあバズソーキックが決まっている。突然バズソーキック、大ピンチだ。桜井美 W キック、さあ桜井美 W が、桜井美 W が、あー避けられた。さあ持ちが突っ込んでいくか、大人げないクローズライン。さあカウントは待ってください。押し単語がアントニオ・ホンダのような動きを繰り出した。さあ波乱の大会であります。ちょっと先に出されると困るんですけど、商売上がったりだ。さあモンゴリアンチョップから桜井美 W が、おーっと避けた、トラスキック、あーグッドエズプレスカバー、カウントは2であります。さあモチが走る、モチが足を引っ掛けられる、ラ・マヒストラル一戦ラスチームでだ。
バラボンケイト赤井咲希、バラボン服を着て入ってきました。ここはぶつけてしまった。キャッチできなかった。逆に大ピンチだ。さあスーツケース、これを小高勇が、ああ自らこけてしまった。さあ大変なことになっているリング上、スーツケースを巡る攻防であります。さあムーンサルト、人がいない、人がいないところにムーンサルト、斬新だ。さあプロレスとは自由であります。おーっとここで、目測を見誤った、距離が足りなかった、距離が足りなかった。小高勇大変なことになっております。おーっと、いよいよスーツケースを、さあスワンダイブ式、こけたさあここで小高勇が狙っている、小高勇がスワンダイブ、自らスーツケースに突っ込んでしまった。さあさあここまで赤井咲は一回もリングに上がっていない。さあさあ何ですかこれ。さあいろいろ、さあ YouTube の YouTube の放映が危ぶまれている。さあここで、なんか破片も飛び散ってるし危険だ、お気をつけください。さあここで初のリングイン赤井咲、なぜかゴージャス松野がいる。さあ赤井咲がトップロープ、フライングボディープレス、ここは返していく桜井に W であります。さあ赤井崎がロープコーナーに、コーナーに振り返される。桜海 W70 キロ。さあ小高勇のキック、ポンプキック。さあカバーはカウント2です。カウントは2。ここでまた再びの誤爆。さあケツアルクワトルを狙っているが、これはいけない。エルボー、また足を引かれてランマイストラル、抑え込んだ。カウントは2。さあハイキック決まった、ハイキック決まって、おーっとここは出ますよ。さあ決まった。さあチーム会場、
トリプルシックス200コタクは宮里優太。これで新庄上高市大分からでラブカレーチャさあ、宮本優子、ロム会長が突っ込んでいく。ここで逆にパウダーを食らってしまっている。さあ、宮本優子を丸め込んだ。おお、キックアウト、カウントアツ、カウントアツ、カウントアツ。さあ、悔しがっているバラモン系であります。さあ、コーナーに叩きつけて、さあ、ラム会長、さらに、さあ、2人ともセットした。ここは赤い先がボーリングに初挑戦であります。さあ、用心深く当てていった。さあ、なぜかゴージャス松野まで入る。なんでいるんだゴージャス松野。さあ、不可解なことが起きているリング上。しかも松野さんがなぜか。さあ、ここで6-9。さあ、宮本優子、ゴージャススターエルボー決まってしまうのか。なんと決まってしまった。調子に乗るんじゃないよ本当に。さあ、ここで宮本優子が、さあ、宮本優子の、宮本優子が、やめてください、それはやめてください。業務連絡、業務連絡。ああ、よかったよかった、避けて。さあ、頭脳プレー、ラム会長。そして、さあ、ダブルのエルゴ。さあ、ビッグブーツを避けて、コードブレーカー。ラム会長の6-9。さあ、決まったぞ。そして、宮本優子がバラモン K を、おっと、バラモン K がここは宮本優子を捉えました。道路標識の出番だ。おっと、ラム会長が入って阻んだ。しかし、しかし、しかしながら、さあ、パウダーを再び。ああ、これは K が食らってしまった。さあ、赤い先にぶつけて、道路標識がバラモン系に決まって、これはギブアップだ。10年連続最後の新年会場、本日の大食い男子優勝チームは、韓国プロレス新会社チームで、ギャル会長宮本優子の組でありました。株だ、株じゃない。おっと、アイアンマンの、アイアンマンのベルトが、なんとラム会長の手に。ヘビーメタル級選手権。
主催である高梨正弘のルーツをたどる特別試合を行います。試合が始まる前に高梨正弘のルーツを探るというようなことを言っていたのが気になりますか。さあ激しいロックアップ、激しいロックアップからのおージャンピングロックアップ。さあ何やらものすごい予感がします。おお、これは押し込んだが、さあヘッドスタースからおお、またヘッドロック。さあここは延滞仕込みでしょうか。別に基本に忠実な戦い。おっとかわして、あー、これはナックルか。おー、さあレフェリー、さあさあ、おー、さあものすごい振り、さあフックからのガーッと攻めろ足円髄。さあこれは DJ ニラの独壇場、もう一発。ああしかしその足を取られて、DJ もここは、さすが、すかさず相手の国と過ごしたスタミル。さあリングの真ん中位置はいいぞ。DJ ニラ逃げられるか。さあさあお客さんはまだまだこの戦いの続きが見たい。さあさあロープまであと少し。さあ頑張れ DJ。 さあロープステイ。さあロープに届きました。藤田実離さない。そうレフリー、さあさあロープエスケープですよ。離してください、離してください。さあレフェリー、レフェリーどうした、ほら離して離して、ロープ掴んでるよ。さあ、ようやくブレイク。なんで離されるんだよ。なんで離されるんだ。スペシャルルールじゃないの。ざけんな。お前がなんで反則カウント取らないんだから。エスケープありなんですか。なぜなんですか。スペシャルルールって言われたから。これはちょっと、どうやらお前が決めたんじゃねえのかよ。さあ、リング上にいる3人でルールの把握が何か違うぞ。これはどうさばいたらいいのか。ストレフェリーが困ってる。スペシャルルール、スペ
シャルルール。ふざけんな。やめだろ、スペシャルルール。何も聞いてねえから分かんねえじゃん。どういうルールだ。違い保険なんて出たらいいからな。そうなのかよ。なんとこれは知らないよ、よく負けるぞ、それは。おい、やめろ。何しようらしくなってんだ、これ。やってねえだろよ、おら。おい、ふざけんなよ。やめろ、やめろよ。リングで、リングで尋常沙汰はダメですよ。クソさん、クソレフェリー。なんてこと。俺じゃねえ。ええ、お前しかいねえだろ。お前がやってこの状況になってんだろうが。さあ、犯人は一体誰なんだ。お、やなんだ。ああ、 DJ。 何やってんだよ。バカやな。さあさん、ちょっとレフェリーがくの字になってますよ。あれは一体なんだ。やめろ。なんか嫌な予感しかしない。しかも傘の上だぞ。バカ野郎。なんてこと。どうすんだよ。あれはどうすんだよ。あれは一体。あれは一体誰だ。なんでお前こんなところいんだ。おい、何言ってんだてめえ。見ろよ。絶対見ろ。俺はそういうの絶対見ねえんだ。誰なんだ。見ろよ。見ない。おい、見ろ。試合中だ。見ろ。今は試合中だ。現実を見ろ。見ない。私には確かに見えます。青コーナーの入り口そばに。そして逃がし方おかしい。木曽さん、なんでそんなところに。逃げない。今は試合中だ。そうです、今は試合中なのに。危ない。何やら物事の確信をついてきたぞ。一回それで終わると思ってんだろっつってんの。逆にそうじゃないパターンあるんですか。なんだなんだって今。お前もなんだろ。なんだやんのかよ。やんの。おお、いいよいいよ。やりましょう。おお、やりましょう。スリーウェイマッチだよ。おお、なんとソレフェリー、ついに堪忍袋の尾が切れた。俺がやってやる。レフェリーはね、レフェリーも俺だ。なんと突如紆余曲折あって、 DJ ニア対ミキサーニア対キソレフェリー、そしてレフェリーもキソ。さあ、会場はキソレフェリーの味方だ。湧き上がるキソコール。
のせいにすんの。人のせいにしたんだ。おめえが悪いんだぞ。ぶっ飛ばされろ、お前は。お前なんか殺してやる。固唾を飲んでこの戦いを見つめている。さあ、あれあれ、あーあー、その後初代勢は二人のプロレスラーに重傷を負わせ逃亡。勝者のいないリング、敗者のいないリング、何もないリングだが、しかしそこで新たな一つの命が誕生した。おぎゃーおぎゃーおぎゃーおぎゃの高梨正弘。そして時は経ち、大きく成長した高梨正弘はプロレスラーとなり、今日を遡ること12年前のここ新宿プレスにて行われた関本大輔戦当日の朝。彼は静かに息を引き取っていた。YouTube をご覧の皆様、申し訳ありません。私の語彙力では今何があったのか伝えることができませんでした。さあ、どうやらただいま第2試合がこれから始まるようです。我々は何を見ていたんでしょうか。人生の摩訶不思議、歴史改ざん。さあ、このリングの上の時空は歪んでいたが、今どうやら元に戻ったようです。気を取り直して第2試合始まります。
らく今 DDT で一番自由であろう男、マオであります。さあ、会場から湧き上げるメイ、マオ、応援の声、この試合への期待値の高さが伺えます。両者握手。さあ、いよいよ期待の一戦が始まりました。ああ、会場から割れんばかりのメイマオコール。ああ、応援合戦は引き分けか。メイさん、メイちゃん頑張れ、ロックアップ。先手を取るのはマオか。おっと、上を折るかと思いきやバック。おー、取ってきたワークもすかさずバックを取り返したが、さらに取られる。さあ、どうするどうする。仮ロックを切って取り返すが、やはりそこは譲らない。おっ、おしょ、ここはさっそく、おー、しかし回転に逆らうことなく合わせてバックを離さずついていきました。さあ、メイさん、おっ、何人って取り返したぞ。メイさん、さあ、しかし、マオは効かねえぞと。ここはしっかり取り返して、大メイヤーからの、おっ、しかしもう一度後ろを取って、さらに回して、おっ、まだまだ、さらに、おっ、今度は、おお、自分の動きは相手にされ返しても返せる。メイさん、メイさん、メイさん、次は何をしてくれるの。おっ、レーの今日ついて、さあ、これは同じにメイの、はい、プー、おっ、しかしそこはやらせない。おお、なめんな。今度は、おお、なんということだ。今一体何が起きたんだ。おっ、よいしょ、おお、いや、さあ、あ、これは弾き返された、クロスボディを弾き返されたか。お、回って回って、おー、これはお見事。さすがメイ、最後はヘッドシザースでマオを投げていった。さすがにこの動きにはマオも焦ったか。強いです、強いです。メイさん、さあ、さあ、回していく、回していく。さあ、目が回っていく、目が回っていく。こうして、ファール。おう、しかしここはカウント入らず。なんだそれ、なんだそれ。あー、レフェリー。さあ、いいね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 。さあ、いつものメイのペースで試合は進まないかと思いきや、いいね、いいね、イライラしたら相手に噛みつく。やはりいつものメイでした。なんだこれは。さあ、さあ、おっ、さあ、会場はごまかされないぞ。知ってますよ。あ、おっと、これは確信犯。場外にいいですか。場外にいいですか。ダメですと言われても止まらない。さあ、
さあ、魔王は、おなんと場外の駿河メイド。さあ、あまた戻れよ、戻れよ。さあ、場外を、場外を駿河メイドを連れて、魔王が徘徊しております。さあ、お客様お気をつけください。さあ、この場外での攻撃には、駿河メイもたまらない。おー、うまい、コーナーを使って切り返したかと思ったら、魔王は難なくキャッチ。そしてさあ、どこに行く、どこに行く、北側の、さあ北側の方に登っていって、さあどうする、どうする、どうする、会場を煽って、さあまるで、ああ、ほう、これはまさか。さあ、北側の柵の上に登って、ロープ渡りならぬ柵渡り、ここから、あ、お、手を離されたが、ああ、揺らすな、ああ、危ない、お客様お気をつけください。さあ、北側の客を巻き込んでいくかのようなラフファイト。そして、さあ、駿河メイは、あれは入場の時にいつもつけている羽をつけて、まさか飛んだー、なんということでしょう。さあ、蝶のように、まさに、いや、蝶が飛んできた。しかし、この荒々しい蝶、こいつは絶対に花の蜜なんか吸わねえぞ。なんという戦い。押しかんなくてもいいや。あ、いい、羽には十分にご注意ください。うん、なんと、なんと、アクションだ。あ、丁寧に畳んでほしといてください。羽がもがれた。インサイ、インサイ、オーケー。あー、そしてインサイ、中にインサイ、戻って、戻れ、おや、まさか、お気をつけください、戻らないのか。そっちだ。お、そっちってどっち、そっちってどっち、あなた何をする気だ。おおおおお、ちょっとちょっとちょっと、ああ、強烈な張り手からの、ああ、なんと、なんとコーナーのターンバックルからエプロンに向けてのスイング DDT を決めていった。さあ、この試合何が起きるのか全く分かりません。さあ、さすがの魔王も、これは家のダメージが心配です。下げろ俺。さあ、獲物を狙うかのような駿河メイ。さあ、見つけた獲物に呼びかかっていく。さあ、しかし魔王もやらせません。さあ、コーナーに頭をぶつけて、コーナーの上から、おー、なんと、びっくり、決まらなかった。こっちが残念でした。さあ、ここからの、飛んだ。さあ、いつもよりも勢いをつけての攻撃だな。ここはマウンティックアウト。
波が飛び出る。お、上げるか。さあ、スルガレイ、魔王持ち上げろ。あー、上がらなかった。うん、まさかコーナーに。おお、そう、スムルボーイからの、あ、お、今度こそ、お、回していく、回していく。さっきは切り返されてしまったが、あ、相手を、今度こそ、あ、10分経過、10分経過。お、この位置は、この位置は危険だ。駿河ウェイ、危険だぞ。あー、逆に、なんという角度、エビ反り。しかも位置は、これはリングのほぼ中央。動いて動いて、メイさん、メイさん。そして、ここからの STF。 さあ、これはガッチリ決まっているか。いや、まだ手のロックが浅い、手のクラッシュが浅い。さあ、ここは体を動かして、ロープまであと少し。あー、あとちょっと、あとちょっとです。手を伸ばせ、体を動かせ。あー、それがメイ、呼ばれ。さあ、手がダメなら足だ、足を伸ばせ。足もうちょっとだ。さあ、ロープにかかった。スルガ、メイさん、スルガ、メイさん、スルガ、メイ、メイさん、立ち上がれ。スルガ、我々はまだまだこの試合を見たい。メイさん、さあ、負けるな。メイさん、さあ、スルガ、メイ、蹴られても、蹴られても立ち上がる。それがメイ、気持ちが負けない。さあ、さあ、ワンツーロー、からの、あーあー、からの、さあ、もう一度、さらに、さらに、さあ、そして位置はバッチリ行くのか。あー、アラビアンプレス、さっきこれを返してきた。さあ、スルガレイ、スルガレイ、来るぞ、魔王が来る。これは国宝仕込み、カウンターでの昇天。さあ、最後の一つに届かない。おっ、行くのか。
株を取った。今日突き返したパンチからの丸め込み。駿河メイド行け、止めろ、上げろ、上げた。さあ行け、さあさあ、ここはしっかりと離さず決めたいところだ。おー、魔王が上に乗っかったが、そしてボール、おー、これは、おー、なんということですよ。何が起きているんだこれは。さあ、しかし魔王が上にいる。うわー、ブルがメインはブリッジするしかない。しかしまた体重で押しつぶして、おお、しかしこれは抜けた。おお、さあさあ、おお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 、ああ、なんと逆に、ああ、なんという攻防。パーフェクト勝利でございました。ああ、こんな初めて見る攻防、なんて言って説明したらいいのかわからないよ。さあ、ただいつの間にかメインが丸め込んだと思ったら、丸め込んでいたのは魔王だった。全くよくわからない、恐ろしいものの変身を見たぞ。ああ、まさにこの2人にしかできない凄まじい凄まじい戦いでした。なんという戦いのジグソーパズル、知恵のはこんなの誰が解けるか、誰にも解けやしねえよ。この2人は次に戦った時、また私たちに見たこともないような戦いを見せてくれるんでしょう。
です。すげードリフがこのイブルこの6人最初に出るのは誰だ。あと、はい、石井本当に出るのは赤川相馬、そしてどうやら渡瀬美津子の始まりました。この6人タッグ、止まらない。
아니 자 앉아 안돈 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 오이스테 감마테 자 我々は会場はカメラの向こうの皆さんはきっと今アントンを応援していることでしょう。アントン立ち向かえやり返せ。ああアントン何をする。あダンス。高い高いどこですか。正面飛びのドロップ拾ってそこからさあクリスがよしもうさあ赤を相馬を掘るさあ行け行けクリスおっおっここはさすがの絡みつき。さあ渡瀬がすかさず、さあ相手コーナーをしっかりと押さえていった。さあこれでしっかりと決められるか。ロングいける。
さあここはなんとか渡瀬が剣山で迎撃したが、足のダメージもものすごいぞ。そしてつなぐのか、いや引かない、渡瀬は変わりません。あの入り江にエルボーで戦いを挑んでいく。
ったチーム変革よ勝者いいえー重島すぐに上がれば行き立って呼吸がバッチリ合っている最後の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 すごいフォローを見たよ、アントン。そしてやっぱこの3人がすごかった、ドリフ。Thank you.
大変長らくお待たせいたしました。タイムリーホストメインイベントシングルマッチ60分一本勝負を行います。新宿フェイスで12年前に行われた DDT KOD 無差別級王者戦チャンピオン関本大輔 VS 挑戦者高梨正弘。さあ今日もまた新宿フェイス、そして同じタイトル僕たち新宿で試合します。もう2022、さあその試合がただいまこのリング中央にて始まりました。12 years ago, the DDKOD Open Weight Championship, the challenger Masahiro Takanashi and the champion Sukimoto Daisuke. The place was changed place with the same, then the show title was Hitachi Shinjuku de Shirai Shimasu. We are going to Shinjuku base and this is the first same too. Nice. Actually, this is 2022. Yeah, the party is different.
タースは高梨が跳ね返し返してまいりました。このシングル対決、交わることがなかった12年間。さあ、ロックアップ、もっとロックアップ、さすがに体格差はありますが、さすが高梨正博、腕を絞ってまいります。さあ、強靭な腕を曲げてハンマーロック。さあ、相手の後ろ側に混ざってポジションを取っております。おっと、しかしそれはヘッドロックの方返すと思いきや、さすがに離さない離さない。さあ、敵元をコントロールしてまいります。大日魂、関本大輔、見てください、あの強靭なマッスル、ウカちゃんマッスル、マッサイゾッコンサルアグレイトマッスルバーで、ウカさん、うわーっと、バーン、ウカジン、バーン、ジェーム関本、さあ、だがしかし、だがしかし、わー、この腕をおらんとばかりに、さあ、腕をロックしてまいります。さあ、大きいやつは寝かせてしまう。さあ、それこそが高梨の小さい人、大きい人、女子選手、あらゆる選手と戦ってきた経験値がここに生かされております。さあ、筋肉があるからこの角度はよりきついでしょう。関本、おっと、もうすでに苦しい悲鳴を上げているか。あー、肘からフェイスバンク、フェイスバンク。さあ、関本の肘が、肘が、さすがにそんな筋肉に覆われている肘だからといって、肘から押したら誰もが痛い、つねられたら痛くないけど、肘から押したら痛い。さあ、絞ってまいります。そうと、ここは12年前のことを生かしているのでしょうが、高梨が先に試合をコントロールする展開になってまいりました。高梨ハースが強い、コントロールアゲンス関本大輔、ピンクの試合フォーカスイン、ピースアーム、ピースアーム。さあ、グラウンドで相手を地面にこすりつけるかのように決めてまいりました。腕だけではなく、しっかり足も使ってロックしている。おっと、だがしかし、その足を取られている、その足を取られている、高梨の古傷の足が取られてしまった。これはお互いに、お互いに、あ、高梨が足を伸ばしたのは関本、お互いに腕、そして足に若干のダメージがある中、ブレイクとなりました。しかし、また高梨は相手の左腕をアームブリック、やばいやばいやばい、高梨、これはスリーパーが、筋肉が、水が、腕が入り込んでしまっている。おーと、しかしこれはうまい、コーナーにぶつけました。おーっと、しかしブレークでお返し、あー、走った、箱根さん、クルーさん、箱根さん、そんな素早い動きがなんでできるんだ。あー、ゴリラークラッチ、ゴリラだ、ゴリラだ、ゴリラクラッチ、外からそんな出身な動きができる、そしてこのパワー、こんなのもどうやって逃げたらいいんだ、どうやって動いたらいいんだ、腕の力だけで頑張るしかないのか。さあ、なんとかエスケープ、エスケープ。さあ、ゴリラクラッチの名の通り、本当にゴリラのように絞り上げてまいります。さあ、高梨、一瞬の隙を突かれて足に急激なダメージを負ってしまいました。さあ、関本が狙っているぞ。おっと、しかしそれは払う、払う、食らいつく。あーっと、しかし食らいついた、その背中が開いていた、背中に強烈なチョップ、振り下ろすだけで、おー、大きな武器になります、関本の体。全然効かないぞ、全然効かないぞと言っている。てめえら、おら、さあ、高梨、ちょっと、うおー、ローキック、ローキック。さあ、関本は、これは足に狙いを定めている。ドラゴン
高梨の膝が曲がっちゃいけない方向に曲がらないのよ、それ以上は。なんてこんな、アキレス腱膝裏が伸びに伸びてしまう。高梨の古傷が、そしてまたオーリバースインディアンデスロックのような形。さあインディアンデスロックで固めていく。なんと二王立ち。うわーがデミュアー。なんてこった。巨人が二王立ちをした。そして倒れた。そんなインディアンデスロック、リバースインディアンデスロックはここでさえ足がきつい、そして逃げれない。そんなインディアンデスロックをこんな足の太い幹のような関本がかけたら余計ギッチギチ。だからしこれは高梨の足が折れてしまう。そしてリング中央、逃げれない、逃げれない。あ、腕まで決められてしまう。腕まで決められてしまった。関本の全体重が現在高梨正弘に持っております。リング中央、リング中央。さあギブアップと上から問いかけるではないですね。もう怒鳴るように高梨にギブアップ、ギブアップと聞いております。だったら私は倒れるまで。さあパワーだけではもちろんございません。こういったじわ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 と追い込む。そしてさらに自分の体格を生かして高梨の足を追い込んでまいります。関本大輔、さあなんとかエスケープ。さあセコンドではクリス・ブルックスが応援している。 CDK クリス・ブルックスがセコンドで応援しております。さあその声届いているのか。さあこの会場にいるみんなが高梨正弘を応援しております。セコンドだけではない、会場みんなが応援しております。来るぞ来るぞ。うわー、第5幕第1幕。さあドロップキック、勝機をつかんだか。さあ勝機をつかんだ高梨正弘。関本大輔の体で呪縛をしたら、まあ大変なこった。さあそしてコーナーでこれはうまく止めた。腕を決めて、うわー、その腕に、あーダメだー、落とされちゃった。高梨さん、お気をつけください。高梨さんが落とされてしまった。さあ場外、場外、場外に行ってしまうのか。さあみんな気をつけろ、巨人が来るぞ。おっと、うぅー、十分にご注意ください。あーガンジーン、ジーザス。さあ関本が自分の腕を鉄柱にだいぶつけてしまいました。十分にご注意ください。さあ関本、ただ自爆するのではありません。関本の全体重が自分に降りかかってしまいました。さあ重点的にその痛んだ腕を逃さない、逃さない高梨正弘。さあどう、そして腕をエプロンサイドで決めて、危ない危ない、目が届いて、目が届いて、ネアの2ドロップ。ここで2ドロップで地面に関本の腕を叩きつけていきました。さあ強靭な腕は最大の自分の武器になりますが、自爆、そして地面等に叩きつけられた時はその全体重が自分にも返ってきてしまいます。さあ大きな誤爆から高梨正弘、腕への勝機を見ましたか。さあそしてダメージのある関本をリングに入れました。さあリングに戻ってきた高梨
正弘、関本大輔両選手、会場から大拍手。さあ、高梨の応援が会場から聞こえております。そんな高梨が狙うのは、さあロープに振ったリバースされると思いきや、回って回って通りたいけど、おーっとこれうまいうまい、テイクダウンをして、おーっと相手をコントロールして脇固め。さあ脇固めに入りました。ハボレサクルーサーを先ほどのものをお返しして、2度目は食らわんとばかりに脇固めで固めてまいりました。さあ絞る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 、さあ筋肉でムキムキの関本の腕をそれ以上曲がらない方向に全体重をかけて絞ってまいります。さあおお、まさかの前転でムーブしていく。だがしかしそこを狙って、うーわ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 ー、ブレーンバスターは切り返した。フェイスバンプ、うまいうまい、フェイスバンプで切り返してまいりました。さあセコンドでは CDK のクリス・ブルックス、そして四天王寺の工藤が応援しております。おーっとこれはうまく腕を絡めて、さあ腕固め、絞っていく絞っていく、さあ絞ってまいります。そんな大きな腕も絡め取れる、いやそのテクニックがある高梨正弘。さあ絞っていく絞っていく、全部の体重、おーおーおー、待って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 、そんなバカな、お前は何者だ。うわーサモアンドロップ、強烈な切り返し、そっからうわースピアー、さあロープで串刺しのスピアーが来た、そしてボディープレス。さあカウントは本日しっかりホールに関本が乗ったのは初めてではないでしょうか。サソリ固め、いやーサソリ深い深い深すぎる、腰が90度にしっかり落とした、サソリ固めが決まっております。関本大輔、さあ高梨高梨逃げることができるのか。さあ高梨正弘、この会場の声援が聞こえているのか、逃げろ逃げろ。セコンドではクリス・ブルックス、そして鈴木伸選手が応援している、そして対角ではあるが四天王寺の工藤選手も手拍子をして高梨を応援しております。みんながこの12年間で集まったみんなが高梨正弘を応援してる。逃げるのか、逃げたい、スケープ。さあここで15 minutes past 15 minutes past、 さあ15分が経過しました。15分経った今リングで見えるのは、関本大輔が仁王立ち、そして高梨正弘が大の字大の字になってしまっております。おーっと走ろうとする関本、高梨が行かせない、しがみつくしがみつく、うわー、でもしがみつく離さない、オーマイガッド、おーっとこれはこれは高梨の首元に頸動脈に入ってしまったか。高梨正弘おめが高梨ステイ、高梨ステイダウン、ヒースダウン、ヒースダウン、ヒースダウン、ヒープルスダウン、おーサミングサミングだ、エンズイー。さあ高梨正弘勝てるのか、おー
からしも限界のはずだけど離さない。ああ、これは意地なのか、12年前の記憶がそうさせているのか。ああ、と高梨正弘またしてもダウン状態。さあ、やはりこのパワーには勝ることができないのか。いや、そんなことはないはずだ。高梨立ち上がれ、高梨立ち上がれ。負けるな。12年まま終わってしまうのか。12年越しにこの試合ができたんだろう。立ち上がれ。おっと、これはうぎゃー。さあ、カウントノーン。オンリーツ、オンリーツ。Yeah!